出られないってどういうことだよ。なぜか力が使えないの。おかしいな。どうして。ちょっと待って。じゃあ私たち、このまま一生メモリアの中ってことか。な、大丈夫。アルチビオ、あなたたちが不思議空間と呼んでいた場所ね。その場所とここメモリアをつなぐゲート、メモリアキューブがどこかにあるはずよ。それを使えば出られるわ。確かここのメモリアのキューブがあるのは菜の花ね。いつもそこから出入りしていたわ。じゃあその菜の花って場所に行きましょう。よし、みんな行くぞ。アカリムも。え、アカリムって。お前目が赤いリムだからアカリムだ。本当は本体の私がリムでコピーのあの子が青リムのはずなんだけど、まあいいわ。それにしてもリムのやつ、どうしていきなり俺たちをメモリアに飛ばしたんだ。一体リムさんは何がしたいんでしょう。あいつはリムだけどリムじゃなかった。はあ、それどういう意味だよルフィ。わかんねえけど、あいつはリムみてえだけどリムじゃねえ。わかんねえって、お前が言い出したんだぞ。リムみたいだけどリムじゃない。でもルフィさんはそう感じたってことですよね。ああ、本人に聞けばわかる。確かにあの時のあの子の様子は尋常じゃなかった。あの子に一体何が起こったの。観念しな。もうお前たちの居場所なんてどこにもありゃしねえ。俺たちに盾ついたこと後悔させてやるぜ。なんだありゃ。兵士が兵士を襲ってやがる。なんだってんだ。取り囲んでいる兵士、バロックワークスよ。偽の国王軍か。つまりここはクロコダイルが王国乗っ取り計画を進めてる時の記憶世界ってことだな。またかよ。この前倒したばっかりじゃねえか。また倒さなくちゃいけないのか。でももし本当にクロコダイルがいるなら倒さないと国中が大変なことになるわ。ワニがいてビビの国に悪さしてんならぶっ飛ばす。とりあえずあの兵士のおっさんを助けるぞ。
みんな準備できてるな。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。この力があれば大事なもんだって守れる。大丈夫か？今治療してやるからな。どこの誰かはわからないが、助かった。ありがとう。構わねえよ。それにしても、今の奴らはバロックワークスか？なあ、あんた、今この国はどういう状況なんだ？ハナン軍は？アルバーナは今どうなってるの？反乱軍？それはよくわからないが。この国は完全にクロコダイルの手に落ちた。なんだって？あの男、英雄だと思っていたのに。国王軍は壊滅、奴に支配されてしまった。え？ビビ、ビビはどうなったの？ビビ王女も国王も今は宮殿の地下に幽閉されている。ビビちゃんが？海軍は何やってやがる？派遣された海軍も全滅した。クロコダイル一人の手によって。クロコダイル一人にだって？どういうこと？わからん。ある日突然、奴は牙を剥き、おっさん、大丈夫か？よし、応急処置はした。でも、どこかで休ませないと。ちょうどいいわ。菜の花の町はすぐそこよ。おっさん、もう少しの辛抱だぞ。すまない、恩に着る。気にすんな。
まずいわ。困りましたね。みんな、いけるよな。三刀流黒杖大竜巻。なかなか楽しめたんじゃねえのか。おいおい、
覚悟しろよ。こら！なんだと？やべえよ！そんな。やるか。ぶっ飛ばす。よし、行くぞ。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの火炎橋ピストル撃て。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。おお、ねえ、まさか。まずい。ああ。ということは、任せろ。おお、ありがとう。よし、おお、さて、負傷した兵士も無事に送り届けられた。だけど、一体何がどうなってるんだ？クロコダイルがこの国を乗っ取ったって？俺たちの記憶と全然違うじゃねえか。これも、私たちをここに送り込んだリムじゃなくて、リムみたいな子がやったんじゃ。もう、ありえないわ。あの子にこんなメモリアを改変するような能力あるはずない。もちろん私にだって。だが実際ここで起きてる状況は俺たちが経験したことのないものだ。一体何がどうなってんだ。わからない。考えてても仕方ねえ。
まずはこの世界から出て、あのリムみてえな奴に聞けば済むことだ。そうね、まずはここから出るべきね。メモリアキューブは確か港の方よ。うん、じゃあ行きましょう。ルフィ、おう。この辺りだったよな、メモリアキューブがあったの。見当たりませんね。そんな、メモリアキューブがなくなっているなんてありえないわ。お前ら、もっとよく探せ。誰かが蹴っちまってどっかに転がってったとかないか。砂に埋まってんじゃねえか。それもありえないわ。メモリアキューブは特殊なキューブよ。私たちには見えているけど、この記憶世界の住人には見ることも触ることもできないのよ。だが現にメモリアキューブはここにね。こいつはどういうことだ。じゃあ私たち本格的にこの世界から出られないってことね。何？アカリム、どうにかならねえのか。他の脱出方法とか。いいえ、残念だけど他には。どうすんだよ。このままじゃ俺たち本当に一生思い出の中だぞ。待って、メモリアキューブがないなんてありえないのよ。メモリアキューブはこの記憶世界を構築している核なの。逆に言えば、核がなければそもそも記憶世界は構築されない。だから、つまりどこかにはあるということね。ええ。どこかってどこなんだ。わからないわ。つまり探すしかないってことだな。探すって言ったって、どこをどう探すんだよ。そんな大きなもんじゃねえだろう。まさかこの砂漠の国を隅から隅まで探し回るのか。そいつは限りなく不可能だ。それは。いたぞ。おや、何事でしょう。こいつは一体何事だ。見つけたぞ、ミス・オール・サンデー。それってバロックワークスにいた時のロビンちゃんのコードネームだってな。久しぶりに呼ばれたわ。私に何か用？とぼけるんじゃねえ！クロコダイル様を裏切ったお尋ね者が。クロコダイルを裏切った？またおかしな状況になってやがる。おい、心当たりは？身に覚えがないわ。少なくともこんな状況は。身に覚えがない。ありえない状況。脱出できない世界。もしかして。何をごちゃごちゃ話してやがる。おとなしくついてきやがれ。こいつら
ロビンを連れて行く気だ。上等だ。ロビンちゃんはこの俺が守る。新国王軍の俺たちに歯向かうとはいい度胸だ。お前らやっちまえ。少しは強くなれたかしら。力が戻ってきてね。私の成長は止まらないわ。うわ、やったー。クソジジイの蹴りに近づいたか。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。よし、変態完了。皆さんの勢いに負けてはいられません。さてルフィ、これからどうするよ。そうだな、ルフィ、やっぱりクロコダイルと戦わない？いや、何軽く提案してんだよ。今のクロコダイルは国王軍も海軍も一人で倒すような化け物じみた力を持ってんだぞ。そうだぞ、おっかねえやつがもっとおっかなくなってんだぞ。それもそうだが、この世界から脱出するためのメモリアキューブ探しはどうするんだよ。もちろんこの世界からの脱出が最優先よ。だけど今の私たちにはメモリアキューブの在りかについて有力な情報はないわ。これは私の推測に過ぎないのだけれど、クロコダイルと戦い倒してアラバスタの状況を私たちの記憶と近づけることができれば、このメモリアから脱出できる。少なくとも脱出の手がかりにつながるんじゃないかって思うの。どういうことだ？覚えてる？前のメモリアの冒険で記憶のほつれっていう現象があったわよね。メモリアからほつれの世界に飛ばされて、ほつれの元を解消することでその世界から脱出することができた。だから、そっか、この世界の記憶と違う状況、
その最も大きな相違点であるクロコダイルの支配、それを解消して少しでも自分たちの記憶に近づければ脱出できるかもしれないってことね。そう、どうかしら。なるほど、メモリア全体が記憶のほつれの世界のように歪んでるんだとしたら可能性はあると思うわ。なんだ、結局ワニをぶっ飛ばせばいいのか。ええ、よし、じゃあ行こう。待って、ルフィ、確かに今はそれしか手がないと思うけど、ここのクロコダイルは今まで以上に危険、もっと情報を集める必要があるわ。情報もだけどよ、砂漠を越えるならまたナビバードがいるんじゃねえか。
俺に任せとけ。どうした、しっかりしろ。おい、こいつ見覚えがねえか。誰だっけ。ナビバードさんもいませんね。あんたらナビバードを探しているのか。スノ、大変だ、ナビバードがいない。すみません、助かりました。私は鳥飼いのザラーザと申します。ナビバードの貸し出しをなりわいにしているものです。怪しいわね。そう言って本当は旅人を騙してるんじゃないの。すな、いえいえ、そんなことはいたしません。思い出した、てめえ砂族の盗賊じゃねえか。違います、違います。確かに親父は砂族の盗賊でしたが、私はナビバードに出会い、その育成に人生を。砂！ナビバード、私のナビバードはどこに。ナビバードは見てねえが、何があった。でっかい鳥に襲われたのです。あれは砂漠に生息する凶暴なジュラ鳥でした。今まで町に現れることなんてなかったのに。じゃあジュラ鳥がナビバードを。ナビバードはなんとか逃がせたはずです。みんな無事ならいいのですが。タヌキさん、治療ありがとうございました。私はジュラ鳥を追って退治します。あの鳥がいる限り逃げたナビバードも戻ってこないでしょうから。一人で追うのか。それから俺はタヌキじゃねえからな。俺たちもナビバードが必要だ。鳥退治なら一緒に行くぜ。ありがとうございます。はあ、仕方ないわね。ナビバードは必要だし。そんじゃ、行くぞ。
はて。そうです、あれがジュラドリです。皆さん見てください、あの大きな骨の下。よかった、みんな無事だったみたいです。まだ喜べる状況じゃねえけどな。俺たちがあのでけえ鳥をぶっ飛ばすから、おっさんは隙を見て小せえ方の鳥を助けろ。砂、あ、はい、わかりました。おめえら気をつけろ。みんな行けるよな。覚悟はいい？雷雲ラスト！任せろ！まずいな。強烈なのをお見舞いしてあげる。やってやろうぜ！よし、かかってこい。三刀流1080ポンド砲。黄泉の霊気を味わう覚悟は終わりですか？俺たちの邪魔はさせねえ。やってやろうぜ。勝負だ。
ディアブルジャンブ、ボアルアフレイルスペクトル。任せろ、俺様の技術力味わわせてやる。行くぜ。アフカ。ぶちのめしてやるよ。さあガツンとかますわよ。おいおい、やってやろうぜ。全力でいきますよ。よし、やるか。かすり打った吹雪蹴り。どうすっかな。ギアセカンド。ゴムゴムの。レッドホーク。ちょっと。やばいかも。どうやってこれを切り抜けるか。ぶった切る。何が起きてももう動じねえ。かかれ。これでどうだ。これがウソップ様の実力よ。俺はまだまだ強くなる。今週の俺はスーパー強えぞ。スナッハッハッハッ、無事にナビバードも戻ってきた。皆さんのおかげです。本当にありがとう。私たち迷いの峡谷を越えたいの。ナビバードを借りられるかしら。
もちろんです。皆さんは恩人、格安で貸し出させて。ふーん、格安で、砂、もちろん無料で貸し出させていただきますとも。そうよね、ありがとう。いや、そのくらい払ってやれよ。そんなナミさんも素敵だ。ナビバードも手に入れたし、これでサンディ大砂漠を目指せる。行こうぜ。一味はザラーザに借りたナビバードの案内で無事迷いの峡谷を越え、アルバーナ近郊砂漠に着いた。